大島康幸の大島が押します今日は映画福田村事件 とということですねはい話題沸騰中で今こそ今週見るならこれぜひ見てくださいというえちょっと遅くなっちゃったんですけどねえ先週末に公開された映画でございますえでこれはもう結構ラジオとかでも紹介する人が多いんじゃないかなという感じでまさに文化放送でもね昨日かな確かゴールデンラジオであの古谷恒平さんが紹介されてましたねえなので文化放送リスナーからしたらもう毎日のように福田村事件の話聞かされてるなとなってる方もいるかもしれないんですがえそのぐらい語る価値のある作品だなと。 思ってておりまして、えー、関東大震災から今年で100年でで100すよね、うんえー、それを、えー、木に作られたというかもともと作りたいという企画があったんですけれども、はいえー、幸運なことにそのタイミングで公開できたという、はいえー、メモリアルな作品でもありまして、はいえー、ま教科書レベルの知識でも、えーま、番組とかでも、えー、報道されてますけど毎年、えー、混乱の中でデマが 飛び交って朝鮮の出身の方がえ言われなく殺されたというえリンチが行われたというえ話っていうのはもう教科書とかでも勉強してると思うんですけれどもそんな中でもっと複雑な事件が実は起こっていたんですという話ですねでこれは実際に千葉のえ村で起こった事件なんですけれどもここで殺されてしまった人え15人の業者人の方のうち9人の妊婦胎児を含むえ人々が殺されたという事件なんですけれどもこの方々は 朝鮮出身の方ではなかったという事件なんですねでその朝鮮の方も殺しちゃダメだろうっていうまずはそういう話になるんですけれどもその上で、えー、朝鮮の人は殺さなきゃいけないっていうこう頭の頭になっちゃった人たちがですね、えー、人々をこう順問してくるわけですねで、村にずっといる人以外の人は怪しいという風うに睨まれて、えー、15円50銭という言葉を言わされるんですよバビーさんこれどういう意味かわかりますか <鉛>そうななんですよね<ー>なんか濁音を朝鮮の方は韓国の方はうまく発音できないはずだっていうことになっていて言えるかっていうふうに言わされるっていうのがあってそれをこう踏み絵のようにね道にいる人を捕まえて言わせるっていうのがあるんですけれどもこのえ永山瑛太さんがね演じているえ主,人まあ主人公というか主人公がいっぱいいる話なんですけれどもえ行商人の方々これ香川から来てるという話ですね。からら来てると言うんですけれどもで彼らが それ以外の15円ご実銭は言えるんですけれどもそれ以外の発音もでも何かおかしいみたいなっていうことと外から来てるので怪しいというだけの理由で追い詰められていって結果的に虐殺に至るまでででを描いいたちょっと長い映画なんですよねでえこの作りも結構面白くてですねもともとは A とか a とか A2 とか。 えー、オウムを扱ったドキュメンタリーですねの監督である森達也監督という方がこの事件に興味を深く持ちましてこれ元々はドキュメンタリー作品に従ったらしいんですよね、うん、なんですけど各局テレビ局に持って行ってもなぜか企画が通らんとへ<ー>なんでかはわからないんですけれどもいやちょっとこれはみたいなことになっちゃって劇映画にしちゃうか っっってていいううここととになったっていうことなたんですよね、うん、でドキュメンタリーの映画にできないっていうのは、まあ、そのオウムの事件っていうのはその後にもですね関係者の人たちが、まあ、たくさん存命だったんですけれども、はい、これ100年前の事件なので、はいえー、いかんせんこう調べようとしても、はい、こうリアルな証言を聞けるわけではないというポイントから劇映画にしたのではないかと僕は推測しているんですけれども、うん、劇映画ののの監監督督じゃないいんですよこの森監督ってうドキュメンタリーで調査して取材してそれを組み立てていって編集するっていうタイプの監督なので。はい <laughs> 劇映画初挑戦でこんな長編映画撮れるのかってみんな心配してたんですけれども結果的にはですね僕最後の30分が虐殺に至るもう本当にとんでもないシーンなんですけれども「えっやってた?」っていう「えもともと学生時代とか本当はやってたんじゃないの?」みたいなそ別名義で劇映画撮ってたんじゃないのこの人みたいなって思うぐらい本当によくできたスリリングなえまあこれはある意味エンタメその「ダメ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 」 全部ダメ全員発言が一個一個全部だめていうそのもう禁止感情になるような、うんえー、心がずっとすさむようなエンタメになっているんですけれどもあの素晴らしい結果的には素晴らしい出来になっているなという,ふうに思いました。へ<ー>はい い2時間超えですね2時間ちょっとだったかな、うん、と思うんですけれどもそもそものきっかけとしてはそのオウムの取材っていうのを、まあ、ある種ライフワーク的にやってらした時期がある森監督がその事件後ですよねもちろんねオウムがフィーチャーされた事件後に取材に行くとまだ教団があるわけですよねでそこに行って調べると普通の人なんですよね、うんうん、で非常に善良そうな、うん、危険な思想とか持ってなさそうな人たちがあの時のことを普通に語ってるとか。 まだだもしかしかかかたたたら悪いいことだと思っってなかったのかみたいなのみそういう疑問からその普通の人がやっぱりタガが外れた時に加害行動に行ってしまうっていうことをやっぱずっと言ってきてる方なんですよね。でこの福田村事件という、えー、何の罪もない人たちが殺されてしまったで流言飛行の中でみんなが混乱して、まあ、曲がった正義感ゆがんだ情報に基づく正義感というのを振りかざした事件というのはまさに森監督らしい題材だなとも思う 思うんですけれども、うん、そこになんと豪華なキャストが集まっていまして、うん、まずその行商団これはまあ被害者の人たちですよね、うん、のチームを描かれますねでこれが15人いるんですけれどもリーダーがなん,かなんと長山英太さん、うん、この人も、えーまあ、海戦山戦の人生を送ってきてそのチームを率いているわけですから、うん、まあリーダーシップがものすごくあるんですよねただその場でちょっとしたいざこざ絡まれたりした時にやっぱリーダーシップカリスマ性がありすぎて 若干降りておけばいいものをちちょっっっと戦っちゃったりするるような正義感があるんですよねそれが本来リーダーをしとしてチームを率いている時行商団を率いている時にはいいものなんだけれども、うん、ちょっと曲がった正義感に頭を支配されちゃってる人と向き合った時にちょっと戦っちゃうのがそれが「ああ!」っていう良かった能力が危険な方に転んでしまうっていうところがうまくものすごく演じられていたりとか。で加害側 これは自警団というですね在郷軍人会という、まあ、その戦争に行って戻ってきたような人たちが、まあ、その軍とのつながりがあってその銃とか武器とかをなんかねタダでもらえたりとか安く払い下げてもらえたりとかするっていうシステムがあったらしくて勝手に武装してるんですよねなんかね。っていう人のリーダーを水道橋博士がやってまして。へー このの人がその村長がま豊原康介さんで大正デモクラシーの流れを組むものすごいインテリの人なんですけどそれと対立してるんですよ水道橋博士が。で「紙の上に文字を書いているようなやつは信用ならん!」とか言ってるんですけど「今水道橋博士が一番文字書いてるでしょ」っていうその現実の博士とは全く真逆の人間を演じてるんですけれどもその突き進みすぎている正義感みたいなものっていうのを体現しててもう博士の演技の評価ものすごく高いですね。 でその重要になってくるのは主人公の、えー、役をやっているのが、えー、井浦新さんと田中玲奈さんが夫婦なんですけれどもこれ韓国で働いていてそこから帰ってきた2人という設定なんですよね。うん、で韓国で彼らが見たものは何かというと三一独立運動というその日本の、えー、支配に対する抵抗運動というのがありましてそれに基づくまたいわれのない虐殺というのがあったんですよね。でそれを見て止めることとができなかったという これ罪の意識っていうのを抱えて日本に戻ってきてる上でまたそれの再生産のような差別虐殺を目の前で見てしまうっていう人が主人公として描かれているその視点で見ることになる。でこの人たちは朝鮮の人じゃないんじゃっていってこうえーかばおうとすると。 「お前は朝鮮にいたから朝鮮の人をかばうんじゃないんか」とか言ってもう何を言っても全部の論理がこいつらを殺すっていう方向に向いちゃう怖さっていうのは最後の30分の特に始まりですねこれ何回タイムループしても無理なんじゃないっていうぐらいこの15人の人たちを100人200人の人たちがこう取り囲んで問い詰めるんですけど何を言ってももうダメだなこれっていう空気がものすごく怖く再現されていて。 そその被差別、えー、とそうですね説明してななかかったかな行商団の人たちは、ね、これ、被差別部落出身の人たちだと言われていて、うん、だから事件が終わった後もですねこう被害者ですっていうふうにあの広く記録を残したりとか喋ったりしないで口をつぐんんででしまったんですよね、うんうん、だからこのいびつな事件っていうのは長く語られずにきたという歴史があってですね、うんうん ただその人たちにも救いを与えていてその全国水平社という被差別部落の人たちがその自分たちの地位のためにというえ活動の宣言をしたんですけれども、うん、その宣言のま直後でそれに希望を持ってる時の彼らなんだという描写とかも入ってるんですよねだからねその劇映画としてまあ抜群にその、まあ、語弊あるかもしれないですけど、まあ、抜群に面白い、うん、一方でやっぱりねこの時代のありえたことっていうのは本当に全部盛り込んでるんだろうなと思って。うん とてつもなく面白かったし、その自分の中のこう誰かを罰しようとか裁こうとか加害しようとかっていう意識、えー、現代の私たちにもね、はい、基本的には全部間違ってると思うよっていうふうに思わなきゃダメだなっていうことをやっぱり体感するためにはこの長さが僕は必要だったのかなと思いますね。めちゃくちゃ、うん、あの言葉選ばずに言うとめちゃくちゃ単純にまずめちゃくちゃ面白いです。はい。え今日は、ね、ぜひともはい、ご覧ください。 映画福田村事件についてお話しいただきました大島康沖の大島が押しますこのコラムは文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR Amazon ミュージック Spotify オイデオクリエイティブの YouTube チャンネルでもお聞きいただけますぜひチェックしてください